17日と18日にここブリュッセルの EU ヨーロッパ連合本部で開かれる EU サミット、ブレグジットの協定案について暫定的な形での合意がなされる可能性が高まっています。これに先駆けて行われたイギリスと EU の実務者協議で大きな進展があったとみられ、トゥスク EU 大統領は合意の基盤は整ったと述べています。直前に会見した EU の2人のリーダーからもこれまでとは違う前向きなコメントが飛び出しました。ただ焦点となっている EU であるアイルランドとイギリス領の北アイルランドの国境を越えるものなどの扱いをどうするかについては引き続き交渉が行われている模様です。今回の EU サミットで合意ができない場合にはイギリスは月末に迫った離脱期限の延期を申し出ることになるほか、月内には再び EU サミットを開くことにもなりかねず、ヨーロッパの政治が右往左往する状況は続きます。